お客様のお悩みをきちんと聞くことができ、共感し、お客様の思いに寄り添いながら、その解決方法としての提案がされていれば。お疲れ様です。即決営業の榎本です。今日はお悩みを解決へと導くカタルシス効果についてお話をさせていただきます。商談を成約へと導くために必要な知識となっております。今よりも売り上げを上げたい方、営業初心者の方、ぜひご参考にされてください。即決営業。人の心の中にはいろんな不安やイライラ、そして苦悩がありますよね。この不安やイライラなどの感情を言葉にして表現すると、その苦痛は解消され、安心感や安定感を得ることができると言われております。不安事があると思い詰めず、友達に愚痴ったりするとすっきりするという、皆様もご経験のあるあるあの効果です。これをカタルシス効果といって、心の浄化作用とも表現されています。つまり人はストレスやイライラなど心の中に溜まったものを吐き出すと安定感を得ることができるということなんです。実はこれ、商談時に行うフロントアプローチやヒアリングの際の営業マンとお客様の関係にもよく似ています。お客様のお悩みをきちんと聞くことができ、共感し、お客様の思いに寄り添いながら、その解決方法としての提案がされていれば、契約になる確率は非常に高いんです。逆に悩みも聞かず一方的に商談を進めては、もちろん契約にはなりませんよね。商材によっては当てはまらない場合があるかと思いますが、お客様の悩みや解決したい課題に触れず強引に商談を進めようとするとどうでしょうか。お客様からの返事は決まってますよね。考えておきます、いや、まだいいかな、欲しくなったらこちらから電話します、などなど、何とも言えないダサい結果に終わってしまいます。お客様のお悩みを聞き出せたかどうか、そしてそのお悩みに寄り添えたかどうか、これが商談を成功させるポイントの一つなんです。売れていない営業マンさん、これが甘い人、できていない人がやはり多いんです。お客様には心地よくお悩みを話してもらうことが大切なんです。人は話しているうちにストレスも解消され、不安が消えることも多々あります。悩みを話すことですっきりして完全に心の扉が開くというわけなんです。ではその悩みを引き出すにはどうすればいいのでしょうか。今日お時間を作っていただけたのはなぜですか、と質問してみたり、即決営業の研修で習得する限定質問で質問をしてみたり、お客様に本音をおしゃべりさせてみてくださいね。お客様に寄り添う気持ちを持てば、その気持ちはお客様に伝わり、本音を話してくださるはずです。お客様の本音やお悩みの部分が引き出せたら、それを解決させるために営業マンは全力投球です。不動産仲介の業種であれば、お客様が不安と感じていらっしゃるところを解消させ、求められる物件を提案し、成約になることに全力投球。保険を販売されている方であれば、お客様が保険の何に不安を感じられているのか、しっかり聞き出し、そこを解決させるための提案に全力投球。投資用マンションを販売されている方は、お客様の老後資金についての不安要素を聞き出し、そこを解決させるための提案に全力投球してください。お客様は商品を購入するにあたって、必ず何か不安事があるものです。これはどの商材も同じです。その不安事を吐き出してもらい、すっきりさせてから、解決させるための提案、特にベネフィットをしっかりと語り、契約へと導いていきましょう。即決営業。ではまとめさせていただきます。我々の心の中にある不安やイライラ、この感情を言葉にして表現すると、その苦痛は解消されるカタルシス効果。
お客様の悩みに共感し、お客様の思いに寄り添いながら、その解決方法としての提案がされていれば、契約になる確率は非常に高いんです。逆に悩みも聞かず、一方的な提案で強引に商談を進めると、もちろん契約にはなりません。押し売りになり、契約率も下がります。つまり悩みや不安、ニーズや潜在ニーズ、これが聞けていない商談は契約率が限りなく低くなるということなんです。今日お時間を作っていただけたのはなぜですかと質問をしてみたり、即決営業の研修で習得する限定質問で質問をし、お客様の本音を聞き出しましょう。お客様に寄り添う気持ちを忘れずに、課題解決させるための提案を行ってくださいね。あなたの提案でお客様は幸せな気持ちになるはずですよ。あなたの成約率が上がることを願います。この動画から何を感じてどう行動するかはあなた次第です。あなたが成功することを応援させてください。我々株式会社即決営業は、皆様の成約率をアップさせるため、東京新宿セミナールーム、大阪難波セミナールーム、ウェブ参加型のオンラインでの無料セミナーを随時実施しております。今より大きな売り上げを作りたい、正しいセールスのやり方を学んでみたいという方は、東京大阪ウェブでの無料セミナーにご参加されてください。右上のリンクをクリックしてセミナー日程をご覧いただき、ご都合の良い日程を選んでお申し込みください。無料でご参加いただけます。よろしくお願いいたします。あなたの成約率が上がることを願っております。一緒に頑張りましょう。即決営業の榎本でした。ありがとうございました。